はいはいはい、皆様、生高市を見たいですか？生高市見たいですよね。明日ですね、百田直樹チャンネルとですね、有本香織チャンネルに生高市さんがですね、出演いたします。親便と有本さんの質問に生高市さんがライブで答えるんですよ。だからね、皆さん見ていただきたい。でもね、僕ね、見ることができなくなりましたので、皆さんに依頼の動画です。どうも、闇の熊さんでございます。はい、ということでですね、これね、さっきの動画でも僕言ったんだけれども、本日の朝8で爆弾発言ございましたよね。明日の朝8、朝はございません。ただしですね、夕方17時30分から、有本香織チャンネルとですね、百田直樹チャンネルに、なんと高市早苗さんが生出演をしてですね、この二人のご質問に答えると、三者対談が確定したんでございますよ。で、俺ね、明日ね、あ、ダメだ、仕事の都合が入ってる。ダメだ、これ抜かれねえ仕事だ。って言ったんだよ、さっきの動画で言ったんだけど、でもね、諦めきれるわけがないじゃないですか。お前、高市さんがですね、有本さんと親便のですね、質問に答えるんですよ。この三人が同じ画面で出てですね、ライブ放送でございますわよ。下手したら僕たちのですね、このチャット、僕たちのこのね、このチャットがこのチャットにですね、高市さんが答えてくれるかもしれないんでございますわよ。だからね、俺諦めきれなかったんだ。あ、だからですね、会社とですね、さっきまでですね、ちょっとね、交渉しておりました。どうにかしてですね、休めないかな、うん、もしくは3時間くらいですね、抜けられないかな、そんな感じでですね、交渉していたんですけれども、はい、無理でした。何一つ無理でした。これで僕は高市早苗さんのライブ放送を見ることができなくなりました。もう仕事だからしょうがないよね。うん、だからね、皆さんにですね、依頼なんでございます。俺ね、ライブで見ることができたらですね、高市早苗さんが、いや、質問コーナーなんかあるかどうかわかんないよ。高市さん忙しい方だし、俺たち一般人の質問にね、答えるっていうのもなかなかね、それよりもですね、高市さんがね、自由気ままに喋ってるところを見てみたいという要望の方が大きいかもしれないから、質問コーナー、高市早苗何でも答えますみたいなことないと思うよ。ないと思うんだけど、もしあったならば、いろんなことを聞いてみたいな、なんてことを思っていたんだけど、これが無理になったんだよね。だからね、もしね、そんなコーナーがあったならば、皆さんにですね、鋭い質問をしていただきたいと思いまして、最近ね、高市さんの中でね、メディアへの露出がすごいんですよ。さっきね、インターネットメディアへの露出がすごいんだよ。高市さん、ご自分のね、YouTube チャンネルでもですね、なんかいろいろとお話しておられたでしょ。だからね、インターネットメディアへの露出がすごいから、だからね、記事が溢れ返っているの。だからこそですね、今、直近で、早苗高市は何を考えているのか、どんなことに取り組んでいるのか、この記事を読んだらね、わかるのよ。これを、勉強していただいた上でですね、明日の百田直樹チャンネルと、有本香織チャンネル、俺は見ていただきたいんだ。そしたらですね、もしかしたらですね、何かこう、質問に答えてこれるタイミングがあるかもしれないじゃん。その時にですね、こういう記事を読んでなかったら、なんかボケボケな質問をしてしまってですね、高市さんを困らせてしまうかもしれない。もしくは見ている方がですね、なんか変な質問するんじゃねえよと、変な質問で高市さんの時間を奪うんじゃねえよっていうですね、フラストレーションが溜まる瞬間があるかもしれません。でもね、そういうのは無駄じゃない。だからね、見ている側も勉強しません。見ている側も勉強していただきたいと思いましてですね、このゴールデンウィーク中に流れてですね、高市さんの、ね、独占インタビュー2本の記事をですね、これから読んでいこうと思います。これから読んでいきますので、この情報を聞いた上で、今の高市早苗に聞いてみたいなんてことがあったらですね、まとめておいていただきたい。で、親便と有本さんのですね、気まぐれでですね、ちょっと質問あるとかね、質問が来るかもしれない。その時にですね、鋭い質問をバーッと書き込んでみて。そしたらね、俺が後でね、数時間後にですね、アーカイブでですね、いいな、すげえ、もうライブ盛り上がってるなと思いながらですね、ライブを見てる時もですね、鋭い質問が飛んでいたらですね、やっぱ楽しいじゃん。だから皆さん、お願いします。今から動画で、高市さんのことを言うからね、聞いてほしい、高市さんの主張をですね、お伝えしますので、皆さん聞いていただきたい。それで、あと見どころがもう一個あるんだ。最近親便大暴れじゃん。なんだろうな、橋村徹が関わってきたら親便大暴れなのかな。今もですね、ちょっとほら、まだ動画動いてるでしょ。親便ね、まだね、橋村徹ライブをやっておりまして、なんか衝撃ライブ、橋村徹の高校時代の先生と、同級生たちの証言というですね、もうね、徹ライブがね、これで8本連続 ?9 本連続あ、今頃ね、徹橋本はね、もうね、めちゃめちゃ後悔してると思うよ、多分ね。あの時にツイートで、百田を呼びたいですねなんてね、百田さんは最近徹のこと何も言ってなかったのに、突然喧嘩を打ってきた徹、多分ね、後悔してると思うよ。だって、あの時百田を呼んでいれば、畜生、百田とかですね、わけのわからんツイートをしたでしょ。で、そのツイートの報復としてね、報復としてはカナダみたいなね、中国に報復をしたカナダみたいなね、報復としてですね、その、ね、橋本徹ライブがですね、8本連続、9本連続ですよ、お前は。徹後悔しかないだろうね。で、さっきの、だから親身めっちゃ調子に乗ってるから、だから、ね、朝8でもですね、チン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 ずっと言っていてですね、YouTube ってこんなにチンチンって言ってもよかったんだっけ？これ有料放送なのかしらと俺勘違いしてしまうくらいですね、チン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 言っていて、ガナさん大人になったなと、いつの間にやらガナさんもですね、チンチンと言われたくらいじゃですね、笑って答えるくらいの大人になっておられましたわ。もうなんか、混ざりたかったとかいろいろ思ったんだけれども、だから親便がね、このノリで明日高市早苗さんと対談した時に、LGBT の問題とかなるじゃん。絶対なるじゃん。
お、チンチン言う可能性あるぞ。おい、お、チンチンビローンとかまた言う可能性あるぞ。もうむしろわしの隣に来たら噛んでやるわとか言ってましたからね。え、俺言う、ありますよ。いや、これはこれでね、見どころの一個だからね、その時ね、ええ感じで止めてくれ。いや、でも、ね、止めるな、いや、どうだろうな、見たい気もするな。でも、なんだろうな、天下の高い皿ですね。え、チンチン連呼ってなかなかすごいからね。これ止めや、止めや、でも見たい気もするな。ここに関しては私複雑です。できればですね、何分何十秒あたりからですね、親便暴走し始めましたとかですね、書いといて、ツイッターに書いといていただければですね、私はそこを優先してね、アーカイブ見ようかなと思ってますので、うん、何を言ってるんだろう。そういう話じゃないんです。あ、そう、あ、高市早苗さんに対してですね、皆さんがですね、鋭い書き込み、チャットでね、質問とかね、もしそんな機会があればだよ、あればね、できるようにですね、ちょっと今からですね、高市早苗さんが、最近ね、ネットメディア、あとは夕刊富士さんから受けたですね、独占インタビューを2本ですね、読みたいなと思いますので、最近の高市早苗さんの活動をですね、ぜひ知ってください。いきますよ。女最小へ、国会追及はトレーニングです。小西なんかトレーニングの一環ですとね、高市早苗氏、独占インタビュー、不条理にきちっと戦うんだと、安倍総理に電話をできないのは本当に寂しいなと、はい、今国会ではですね、放送法の政治的な公平性をめぐって、総務省から流出をした、行政文書問題で野党の追及を受けましたね、と、まるで頭上飛ぶドローンがサイバー攻撃を受けて、荷物の桃の缶詰が頭に落ちてきたような驚きに満ちたでかちょっと何ちょっと待って、俺これ文章読むの面白いじゃん、面白いじゃん、桃の缶詰、小西お前桃の缶詰なんだな、落ちたような驚きに満ちた出来事でした。最終的にはですね、立憲民主党の質問者が、名前も言ってくれないんだね、要はですね、当時高市早苗総務大臣と高市大臣室はスルーされていたと、結論付けていましたが、頭越しの出来事だったのであろうと。騒動は何だったんでしょうか。今回の文章はですね、8年ほど前総務省で書かれ、過半数がですね、作成者不明でございました。そうだったよね。私に関わる文章も、作成者と作成日時が不明とか、文書に記載をされた日時よりも後に作成されたことが判明したケースもありました。もう本当に捏造文書だよね。作成の目的は何だったんでしょうかね。文書を見た瞬間に理解できた部分もありますと。時系列が事実であれば、私の部屋にですね、総務省の局長が来たとされる4日後にはですね、磯崎補佐官のところに行かなければいけない。そこでですね、高市大臣の方に報告をしていないのかとなったら大変だ。だから報告をしたようにしなければいけなかったんでしょう。同様にですね、安倍晋三総理に話が通っていないのかとなっても困るので、私と総理が電話で会談をしたということになったんでしょうと。こういうですね、捏造部分をですね、一瞬で見破っていたんですね、高市さんですね。総理とですね、電話会談をするですね、アポをですね、大臣室長や、参事官にですね、頼んだというくだりもございますが、いつも自分のスマホで話をしていました。私の中で一点の曇りもないと、おそらくですね、困りに困った職員が作ったんであろうと想像しますと、私が間違ったことをしたのなら、正直に言うし謝罪もしますが、当時の大臣室のメンバーに聞いてもありえない話でございましたからね。そこは自信を持って答弁しました。はい、国会答弁に追われちゃったんですよね、と。総務省はですね、他府省のですね、大臣の答弁書を書けないし、内閣府もですね、8年前の他省案件の答弁は書けないので、私が書きました。毎日ですね、午前4時頃までパソコンに打ち込んで、1、2時間寝て国会という日々が続きました。大変でしたよね。ある日突然高熱が出て、咳が止まらなくなりましたね。抵抗力、免疫力が弱まっていたんでしょうね。生涯で一番重い風邪を引きました。解熱剤とですね、咳止めを飲んで、パソコンを打ちすぎて、腱鞘炎もひどくなり、とにかく体がきつかったんです。これで、なかなか奈良に来れないよな、この状況じゃな。診療で痩せたとの声も、痩せたとしたら嬉しいと、あららら、余裕じゃないですか。自公与党の議員さんから、次々にお菓子をいただきました。名刺にですね、頑張れ、負けるな、などと書かれた差し入れがですね、たくさん来たんですと、答弁書を作りながら、夜中の2時、3時にそれを食べていたので、スカートはパンパンですと、ありがたく食べ物には困らない3月でしたとね、政策実現にエネルギーを使いたいが、不条理なことで責められれば、きちっと戦いたい。疲れ切った時に安倍総理にですね、電話をしたいなと、しみじみ思いました。ここは深く突っ込むのやめとこうと、泣いてしまいそうだね。安倍氏はですね、今でも存在感があるんでしょうか。史上最長の総理を務めて、国内外幅広い人脈と深く交流をしました。地球儀をですね、俯瞰する外交、ね、でしたよね、まさにね、世界中の様々な動き、思惑、一人の政治家の性格まで掴んでいました。香りが効かない喪失感がございます。そう、本当そうだよね。本当に困った時、安倍総理ならどうするんだろうと、電話をする相手がいなくなってしまった。これが本当に寂しいんだとね、女性初の最小にと期待する声がありますよ。それではですね、総務省文書の一件はトレーニングでしたねと、どんどんずぶとくなっていきましたね。これ本当に、そういうふうに受け止めておられるんだったら、よかったね、小西。おう、トレーニングの役に立ったってことだよ。よかったな、お前な。安倍総理の知識、センスには追いつけないが、外国政府要人を迎え仲良くなるのは大好きだと、経済安保担当大臣になって、名指しで会いに来られる要人も増えました。やりがいのある仕事なので、全力を尽くしますということがですね、まず大雑把に語られておりますよね。まだまだ高市さんやる気だねと。そして高市さんが最近やっている、もしくは注目をしているニュースは何かっていうのがね、この2本目の記事でございます。いきますよ。
経済安保の加速へ、中国依存を脱却し、国民の命を守りたい。ね、高市早苗独占インタビュー、4つの柱で新たな制度、戦いはセキュリティクリアランスの制度化、もう全部が素敵。全部が素敵じゃないね。こういうね、情報を頭に仕入れてですね、高市さんのね、コメントを聞くとですね、めっちゃくちゃ楽しいと思うよ。ほんとね、ライブ見れる人マジで羨ましい。この手の情報を仕入れた上で、非常にね、わかりやすいお話をされる高市さんのお話を聞いたらね、めちゃめちゃ幸せだと思うよ、マジで。ほんと羨ましいわ。いや、言いますね。高市早苗経済担当、経済安全保障担当大臣が、夕刊フジの独占インタビューに答えました。中国が覇権主義行動を強める中、日本有事に備えた国防力強化の重要性は高まっているんですと。経済面からですね、国益の確保を目指す経済安保の加速はもう待ったなしですが、高市氏は今国会で、放送法の政治的な公平性に絡んで、総務省からですね、流出をした、行政文書の騒動で、一部野党の追及を受けていますと。試練もありました。教団に倒れて10ヶ月になります安倍晋三元首相への思い、そして日本初の女性最初への期待も含め胸中を語ったという形で、これはね、高市ファンだったら本当に読んでおかないといけない文章だと思うよ。本当にね。いきますね。4つの柱、重要物資の安定供給、そして基幹インフラの強化、先端技術の開発、特許出願の非公開と。はい、いきますね。2023年も半分が過ぎようとしています。昨年の5月に成立をした経済安全保障推進法がですね、重要局面を迎えているんですね。重要物資の安定的な供給の確保、基幹インフラ役務の安定的な提供の確保、そして先端的な重要技術の開発の支援、そして特許出願の非公開、この4つの柱にですね、新たな制度を作ると。機微な情報、技術情報の取扱い資格であるですね、このセキュリティクリアランス SC ですね、の法制度化も目指していると。ここが今の日本にとって一番大事なところだよね。ほんとね。はい。SC ね、セキュリティクリアランスは、重要であるとね、宇宙やサイバー分野でもですね、SC が求められますが、日本人のビジネスマンや技術者にはそれがないんですと。機微情報には触れられず、海外のですね、政府調達にも入れません。安倍総理はですね、コーヒー飲んでいい？はい、安倍総理はですね、常日頃、戦う政治家であると言っておられました。経済安保担当大臣としての戦いは、SC 制度化であるとね、日本企業のですね、ビジネスチャンスを大きく広げ、同志国との信頼も築く必要があるんですと、制度化に向けて説明を尽くして、挑戦する姿勢を貫くんだと。これが本当にね、スパイ防止法へに向けての第一歩だったりするからね。もうこれ何としてもやってもらわなきゃダメなんですよね。はい、これで経済安保の取り組みは、サプライチェーンの強靭化がですね、本格化をしています。補正予算で1兆300 58億円、今年度の予算でもですね、1億円の予算をいただきました。国民の生存、国民生活や、経済活動に甚大な影響があり、安定的、確保がですね、特に必要な物資をですね、実際に、供給途絶したケースも含めて洗い出して、昨年の12月にですね、11物資をですね、指定してしましたと。そして、この供給網はそもそも大丈夫なんでしょうかと。これね、非常に、供給網は本当に危ないと思うよ。非常に危ういとね。まずですね、現代社会に必要不可欠な半導体の 79% が現在海外に依存しているとね。電気自動車や 5G の基地局などに必要な蓄電池、そして家電製品や発電機に必要な永久磁石もですね、国内の供給割合がですね、極めて低いんですと。共通するのは、原材料のレアアースをですね、供給のほぼ全量をですね、海外からですね、海外からの輸入に、依存していることだよ。特に中国にめちゃめちゃ依存してるからね、まだまだね。まだ6割くらいは中国に依存してるんでしたっけね。はい。そして解決策はあるんでしょうかと。レアアースはではですね、東京大学の加藤教授のチームが、日本最東端の南鳥島の EEZ の内のですね、海底で各産業の数百年分もの埋蔵を発見しましたね。これは僕も動画にしましたね。これは本当にスーパーウルトラ大発見だったからね。あとはどのように発掘していくのかという話ですね。はい。今後ですね、水深6000メートルで、採掘可能な機器も投入をして、市場事業を進め安定供給を目指すと。これがですね、もし供給されるようになったらですね、中国に頼らなくても済みますから、めちゃめちゃ重要なところなんだよね。もう予算ガンガンつぎ込んでいただきたいけどね。はい、手術などにですね、必要な特定の、抗菌性物質の抗菌性物質製剤は過去に供給が途絶して途絶えてしまって手術が延期をされましたが、原材料の 100% を今中国に依存しているという最悪の状態です。肥料原料であるですね、塩化カリウムはウクライナに侵略をしたロシアやベラルーシが供給元でございます。これはね、俺農家だからね、被害をもろに食らってるんですよ。だからね、肥料の金額っていうのはだいたい 1.5 倍くらいになってますからね。めちゃめちゃこの肥料の値上がりでですね、闇熊家のはですね、農家として赤字が確定したからね。ここもね、高橋さんちゃんとね、カバーしてくれてるってことのね、国際情勢がですね、供給を直撃すると。調達を多様化して、代替物資はですね、国内開発をする、原料の調達から製造備蓄まで日本で完結をさせると。やっていただきたいですね。
はい、産業用のロボットは日本が圧倒的に強い分野でしたが、中国の誘致、買収がですね、猛烈な勢いであると、より優秀な製品を開発して、製造能力を強化して、国際市場でのですね、日本の厚みを、強みをですね、伸ばしていく必要がありますね。経済安保はですね、経済面だけではなく、国防や技術の保護、資源を埋蔵するですね、領土、領海のですね、保全などの側面も強いですよね、と、昨年12月に閣議決定をした、国家安全保障戦略は、約10年ごとに見直されるが、初めてですね、経済安全保障という章立てができました。軍事と民生の境界線は曖昧で、様々な技術はですね、デュアルユース、軍民両用ですね、になりました。日本企業が開発をした優秀な耐熱素材が、海外で、超極音速兵器にですね、転用されることもあるんですと、保護や規制は本当に重要でございます。特に日本なんてね、特にあの優れた技術をたくさん持っているからセキュリティクリアランスは本当に重要なんですよね。はい、官民協力も進めていきますと、経済安全保障、経済安保推進法で施行されました、経済安保重要技術育成プログラム K プログラムというらしいんですね。ではですね、重要技術で順次公募が進んでいると、例えばですね、光通信などの衛星コンステレーションはですね、情報通信の継続性をあらゆる状況で確保すると、国民の命を守ってですね、国際社会への発信を確保するには情報通信の継続性が必要であると、日本の技術はそこではどうなんでしょうか。衛星コンステレーションはですね、アメリカの企業家イーロン・マスク氏が率いる宇宙開発企業スペース X がウクライナに提供した衛星インターネットサービス、はい、スターリンクですよね。これは橋本琴恵さんなんかはスターリンクとですね、もう早めに契約をすることが必要だっておっしゃってましたよね。そのスターリンクと同じシステムですと、衛星コンステレーションの通信をより高セキュリティな光通信に進化をさせたいんですと、国と民間が力を合わせより良いものを作っていきたいんだと、日本にはですね、合成開口レーダー SAR って、これ知らないな、なんだろうね、合成開口レーダーでも優れた技術があると、これを搭載した小型の SAR 衛星は火山の噴火や夜間で宇宙から地球が見えづらいような悪条件でも鮮明な画像を得られるんですって。これでですね、災害や日本が攻撃されるような有事に必要な情報収集能力を強化ができるんですと。知らんかったな。国産化が安全を高めると、K プログラムはドローン、技術もですね盛り込まれていますと、世界市場では約6割が中国製ですが、中国だから悪いのではなく一から国産で作るべきという観点であるといいですね。サイバー攻撃が最大の懸念で、操縦を妨害されたり、ドローンで収集した画像情報などが他国に抜き取られる恐れもあるんですと。いや、実際ね、あの中国のですね、なんだろうな、なんだっけ、中国国内で、あの、ウクライナの方々がね、使っているスマホに、中国政府がですね、あるアプリを入れろってずっと指導していたんですよ。で、そのアプリを使って、ウクライナの方々の行動って全部把握されていたっていう、スーパーウルトラ大ニュースが別の動画でも取り上げたけど、あの、流れましたよね。そう。ああいうね、中国製の製品って本当にね、どこまでも懸念があるんです。それをおっしゃっておられるんですよね。だからこそ、一から国産で作るべきという観点だと、サイバー攻撃が最大の懸念で、操縦を妨害されたり、ドローンで収集した、画像情報などが他国に抜き取られる恐れもあるんですと。国産からですね、リスクを抑制しようと、同時にですね、日本製ドローンの、飛行時間や荷物の積載量を強化しましょう。災害時などに離島やですね、あの島ですね、島や山間部にもですね、医薬品、食料、水を運ぶ能力を高める必要があるんですと、5月には広島で G7 首脳会議が開かれますねと、私もですね、科学技術大臣会合の議長、おーそうはそうなんですね。私も高橋さんもですね、科学技術大臣会合の議長を務めるので準備をしていると、科学技術研究の、健全性や公平性を確保すると、研究インテグリティ、知らないな、研究インテグリティが鍵であると、地球的な課題として宇宙のゴミスペースデブリ対策も議題になる見込みであると、G7 に加えて、G20 のですにもですね問題意識を広げていきたいなと、日本はですね商用のデブリ回収技術を有しており経済成長にもつながる分野だというお話でございます。なかなか難しいけどお分かりいただけました。こんな感じですね。あのこの記事のですね、URL はですねこれね、あのリンク先貼っときますので概要欄、もしよかったら読み直してみてくださいね。僕バーっと読んじゃったからね。やっぱね、これのね、高井さんが今何に注目をしていて、でそして何をやろうとしているのか、これを知った上で親このね、明日はガナハさんの代わりにここに高井さんが座るわけですよ。これを知った上で親ビンビンと有本さんがいろんな質問をして三者対談が開かれるんですよ。いや、だからその三者で楽しむためには、こういう知識が必要だと思いますよ。はい、ということでですね、私ですね、なんとしてもこれ参加をしたかったんだけど、抜けられませんでした。会社の仕事抜けられませんでした。だからね、皆さんがですね、いろんな質問をしてですね、僕アーカイブで後から見ますんで、高橋さんが出てくるというだけでね、そこに親ビンビンとですね、有本さんが絡むというだけでですね、もう俺は私めちゃめちゃ楽しいんだけれども、さらにそこにですね、皆さんがですね、チャットでナイス質問をですね、していただければですね、よりよく私また楽しめます。
ますので、楽しみますので、僕を楽しませてください。お願いします。ということで、クマさんの動画を終わりたいと思います。という、あとね、さっきも言ったけど、親ビンビンがですね、もう、何言うのか、ね、チン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 言っちゃうのか、もうその辺もですね、目を離せないところでございますので、もう、いろんな楽しみ方をしてください。お願いします。ということで、明日ですね、百田、直樹チャンネルとですね、有本香織チャンネルの方でですね、17時30分からですね、はい、俺たちの高い人ね、生高い人ね、生高い人ねが登場して、この3人で対談です。くそ、たまんね。いいなぁ、見れる人。ほんと、羨ましいよ。もう、羨ましいよ。なんか、ムカついたから動画上げちゃったよ。はい、はい。ということで、で、皆さんがどんな質問されるのかとかですね、含めて、このチャットで流れてるコメントも含めてですね、私楽しみにしておりますので、皆さん、明日夕方からは楽しんでください。ということで、クマさんの動画終わりたいと思います。バイバイ。